久しぶりに東京での Vlog を撮ろうと思います。今からゆずはちゃんがオープンした恵比寿のサロンに行きます。はい、最初になんか飲むデトックスみたいな、飲むビタミンとか施術前に最初に飲むんですよ。それとかってあんまりどこの私が今まで行ってきたサロンでは提供されなかったんですけど、すごいそれだけ飲むと汗がめちゃくちゃかけて、めちゃくちゃ体の老廃物が流れる助けをしてくれる錠剤と飲み物、粉で溶かした、粉を多分溶かした飲み物を飲みます。まずで着替えるんだけど、このネックレスを取るのにめちゃくちゃいつも時間がかかるっていう。今終わったんですけど、2時間みっちりとやってもらえるんですけど、本当に汗かきながら流してくれるっていうか、体をめちゃくちゃ温めてほぐしやすくして、それでほぐすからもう超ほぐれる。もう1キロ2キロ体重が軽くなったぐらいほぐれて、いつもスッキリした状態でバレます。次の予約もちゃんと取って、送信効果もめちゃくちゃあるから、いうのはそれも頼りにしながら帰ってます。じゃあご飯食べようかな。撮るのを忘れてたんですけど、帰る前にモナちゃんと久々にご飯行って帰ってきました。で今編集してます。で今サイコンゲームっていう韓国のドラマを見ながら編集してました。ほぼ見れてないんでちゃんと見直したいと思います。ただいま夜の2時、まだサイコンゲーム見ています。面白い。おはようございます。今日はめちゃくちゃ天気が良くて目が覚めました。シャワー浴びて準備して、サイコンゲーム見終わったんで今地獄楽を見てます。今日はねメイクナミングをたくさん使ってやってました。ファンデーションナミングで、リップもナミングで、そうだね、アイシャドウもナミング使って、チークもナミング、ナミングナミング、気に入ってます。気持ちいいんだよねリップとか。これからコーヒーを飲みに行って、この後の計画を適当に決めたいと思います。今日はアクネのイベントに行くんですけど、今髪をセットにブロックに行きました。今日も昨日と同じ短パン履いてる。気に入ってます。オープンプロダクトのやつ。行ってきます。ブロックでセットしてもらいに来ました。今ストレートしてもらっています。お願いします。お願いします。映って大丈夫ですか？映ってください。こんにちは。お願いします。小暮さんです。はい、こんにちは。いつもありがとうございます。いつもの小暮さんです。こんにちは。小暮さんより目立ちに来てます。生きる。今日も可愛くしてもらいます。はい。アンナもいます。何すんの？なんか前髪カチューシャみたいな。うん、前髪カチューシャ系ね。これ撮る感じと共にお願いします。じゃあこっちに合わせましょうかね。あ、すごい。あ、どうですか？可愛いです。見えますか？見えます。ありがとうございます。やばい、いい感じ、すごい綺麗。あざー、完璧です。空が綺麗。
クネのパーティーイベントに向かいます。アクネのイベントに行ってきたんですけど、すごいコレクションの時のセットをそのまま船で持ってきて、ピースもファッションピースもいっぱいあってめっちゃ可愛かったです。すごいタイプなのいっぱいあった。いいね、アクネ買い物行かった。コーヒー飲みます。お疲れ様です。お疲れ様です。パンツみんなお揃いということで、 iPhone のカメラは壊れてたので新しい iPhone に変えてもらいましたが、死ぬほど時間がかかってました。一人でラーメンも食べて100均にも行って1時間ぐらいは携帯のない時間を過ごしたんですけど、もう新しい携帯ゲットできてよかったです。いい天気、おはようございます。今日はメイトでお仕事に行ってきて、今から友達とランチします。暑い夏だ。パンパンパスタ食べます。美味しそう。これとこれをシェア。いただきます。いいじゃん。グレーにしよっかな。天気最高、暑すぎる。ライドしてます。今からはコーヒー飲みに行きます。パスタめっちゃ美味しかった。買い物もしてコーヒー飲んでワクシー行ってでします。行ってきます。今恵比寿のワクシーに向かっています。行きました。チャリをめちゃしゃべ走ってきた。これから体をツルツルにしてもらいます。行ってきます。ということで、全身のワックスと顔のワックスもしてもらいました。肌がツヤツヤになった。毛がないってやっぱ大事。顔のおけけはいりませんね。あと体も、私は全部ワックスとブヤエオと光とみたいな感じでワクシーにお願いしてます。じゃあこれから1個仕事に向かいます。とりあえず今帰ってきました。今日は一日いろんなことをしたんですけど、まず朝はファンクラブのみんなのメッセージを書きに行き、でその後友達と合流してパスタ食べて、でメイトで爆走しながら買い物一瞬して、そのよそのねお店がこれなの。このお店で買ったんですけど、ヘイヒローみたいな。でこのいろんな海外のセレクトみたいな感じなのかな。この帽子を買いました。グレーにした。6000円ぐらい。普通にお手頃で可愛いのいっぱいあるからぜひ行ってみてください。それでコーヒー飲みに行って友達喋って、でワクシーで全身ツルツルにしてもらって、一つお仕事で表参道ヒルズで始まる千賀さんの個展っていうの、アートミュージアムに
遊びに行ってきました。なんかすごいキャラクターがあって、こういうおててのキャラクターなんだけど、いろんな形の子がいたけど、なんか絵描けるってめっちゃいいな、アーティストだなって思いました。ああいう現代的なアーティストがいっぱい、すごいな、まあいっぱいとかじゃないけど、アーティスト、アートって面白い、何でも可能性が広がるからいいなと思いながら、誰でもできることじゃないし、すごいなと思いました。すごいカラフルだったし、ポップだったし、でもなんかそれぞれなんか思いだったり、彼の好きなところを出したりとか、自分がこうだからそれを表現したりとかみたいな、なんかそういうストーリーもあっていました。で、そのままモテルサンドからメイトで爆走して家に帰ってきました。とりあえず今頑張って動画のアップロード中なので、これアップロードできたらまたいろいろこう頑張れる気がする。とりあえず明日の準備をして YouTube 見たり、サンクチュアリ、お相撲さんのドラマ見たり、今からやりたいことやります。You're the best out of all of them. I read every letter you sent.